事業領域もかなり幅広いですけれども、どういった力が必要だと思われますか。あ、三井不動産のデベロッパーで仕事するのかってってことですね。そうですね、全体として、はい、こちらに関しては、まあ、未来を想像する力とか、うん、理想を描く力とか、はい、まあ、そういったところかなと思ってまして、先ほどお話ししたようにまちづくりでできることすごいたくさんあるなと思っている中 で、ね、ただ今までやられてきたこととか、他でこれやってこれが良かったから、じゃあこれここでやればいいよねっていうような仕事の仕方では全くないと思っていて、はい、まちづくりが先ほどもお話ししたように長いスパンの仕事、で建物が建った後も30年50年、そのまちで過ごす人が方々がいるっていうことを考えると、じゃあその30年先も求められ続けるものってなんだろうっていうことを、それこそ建物を建て始める前から考えないといけなくて、 そこに関してはやっぱりその時にどんなものが求められてるのかなとか、っていうことを想像して考えて、実現まで持っていく力っていうのはすごく必要なのかなと思います。